子供の靴もこちらにあります。もしよかったらどうぞ。スキーウェア、すいません、大人よ、大人よ、あるよ。入んねがもわかんね、入んねがもわかんね。でかいのですか。でかいの、ちょっと待ってくださいね。体でっけえから。でかいのあります。これは大きいもんね、こういうのとかは大きいタイプ。で大きいから、じゃあ乗せますね。はい、すいません。はい、どうぞ。私のもなんかこんなのか、下もお願い、下もわーい。あの、LL ないな。ちょっと待ってくださいね。上は、スキーウェアこちらになります。上着でいい、これでいい、はい、これパーカーとこれ、はい、はい、どうぞ。はい、こちらスキーウェアのジャケットとかパンツになります。作業着でもいいんで、どうぞお使いください。これは何品なの、こっち新品の T シャツですね、どうぞ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、こっちに、こっちに行くから、ちょっと待って、こっち前に同じから、はい、どうぞ。考えるより動こうっていうのがやっぱり時間は止まらないので、常にやっぱり歩いていかなきゃいけないっていうか、立ち止まってはられないなっていうのがあって、やらなきゃなんねえべみたいな、とにかくやんなきゃなんないんだよっていうことはありますよね。いや、ひどいわ、ぐっちゃぐちゃだもん。ありゃ逃げられないよね、動物だって。これ家あったってことですよね、だって家があったってことなのに何もないってことは、全部流されてるってことですよね。この仙石線って電車が、私ずっと高校の時に通ってた電車だったので、仙台から石巻っていう間は自分も乗ってた電車だったので、そのご遺体っていうのは見つかったところはこっちの奥の荒浜の手前の方の砂浜についてたって言ってましたね。やっぱり津波なんで全身真っ黒、ヘドロのまみれになってて、口の中に砂が入ってて、あとすごい傷だらけだったっていう状態で、自分の叔父がまさか津波でこんな形で亡くなるなんてとは思ってますよね。ご遺体の確認に行ったんだ。はい、そうですね。それはもう安置所みたいなところで、あの安置所じゃないですよね、グランディ21ってサッカー競技場、はい、サッカー競技場に遺体、サッカー競技場が遺体安置所になってて、でそれでまず写真を見るんですよ。で写真でそのまあ変わり果てた姿っていうのを見て、でそこから一応これじゃないかっていうことで合致したら、それで見に行くっていう、会いに行くって形ですよね。すごい千年に一度のね、うん、大地震で大津波だったんだ、うん、そういう被害になるわな、全部だもんね、
母さんなんかどこに逃げたらいいんだろうと思って、うん、会社に行くべきか、それともその石巻港インター入り口に行くべきか悩んで石巻インターの方に向かったの、うん、それが正解だったね、うん、じゃあさ、このメールくれた時とかはどこに来たの、うん、だから石巻港インター、私に初めて入ってるのは3時14分なんだわ。でほらまだ30分後に分かんない、今まだ揺れて揺れて揺れています、津波が来る、怖い、あ、お母さんのメール、うん、お母さんの会社は川沿いの近くなので、もしかしたら波に飲まれたんじゃないだろうかっていうようなこと頭をよぎって、で娘と連絡取りながら、まあどうしようかどうしようかっていう感じで、とにかく帰ってくるまで待つしかないなって感じで一晩過ごしましたね。まず本当に怖かったですね、一人で。今でも思い出してる思い出したくない、もうおしまい、怖かったね。まずどこを目指すの？あと二床です。ここが避難所になってるので、そちらの方に行きたい。こんにちは。こんにちは。本当だったらあっちまっすぐ行くんです。あの道をまっすぐに行って海に行くんですけど、ここで、まあ、まあ、プライバシーを守るため、うんうんうん、ここでこの人数分だけお湯を持ってきて、体で足、手、首ぐらいで、寒いですから、うんうんうん、そこまで行きませんので、うんうんうん、ここ、所蔵が良かったので、割と恵まれて、うん、今、物資ちょうど運んできたね。全然違う。
かみんな力を合わせてるって感じで本当いいですね。島民全員200人が一緒になって暮らしてるわけじゃないですか。でヘリが来て物資届いてみんなで手渡しでバケツリレーみたいにして、で今度皆さんで炊き出しやるわけなんですごいですねすごい。私はただのボランティアではなくてやっぱりアスリートなので、そこではやっぱり自分のトレーニングだったりしっかりやって、冬に日本津波にあったけども、自分も津波でおじさん亡くしたけども、だけどやっぱりまだ頑張ってるんだっていうところを本当に見せたいですね。宮城県代表して世界で戦うわけですもんね。そうですね、泣いて泣いてはいられないんですけど、やっぱり津波で亡くなった人のことを考えるとやっぱりでもそこから今度私が冬に向けて、日本は津波にあっておじさんも亡くなったけども大会に出て日本は負けないぞってところを皆さんに伝えたいですね。皆さんっていうか世界中の人にですね、本当に伝えたいですね。お疲れ様です。すいません、畑中です。はい、手は足りている状態ですか？相変わらず島民パワー早い。うっせー、これは大きいのよ。こんでもでいけよ。これすごくない？うまっ。うわ、いっぱい入れちゃうから。あら、成功でーす。